第4試合6人タッグマッチ、マイキー・ニコルス、シェイン・ヘイスト、ザック・サイバー・ジュニア組対ルーク・ギャローズ、ロデリック・ストロング、ボビー・フィッシュ組。まさにグローバルな試合が繰り広げられます。アメリカ、オーストラリア、イギリス、数々の国からこの緑のマットにレスラーが集まりました。青コーナー注目です。ロデリック・ストロング、ボビー・フィッシュ、そして2メートル1センチのルーク・ギャローズ、どんな登場を見せるんでしょうか。あといきなりどうだ、いつもとはちゃーっといきなりフェンスを投げた。これがルーク・ギャローズです。フェンスでこのアピールです。いきなりフェンスを持って登場しました。2メートル1センチルーク・ギャローズ、そしてリングの中に投げ込んだ。ルーク・ギャローズ 6.3 名古屋大会でノアのマットに初参戦しました。2メートル1センチ、135キロのルーク・ギャローズです。ロデリック・ストロング、そしてロデリック・ストロング、ボビー・はたまたボビー・フィッシュ、アメリカ出身の3人が、あっと、そしていきなりレフェリー、リングアナウンサーに突っかかっていこうとするところ、緑のマットはとんでもないことになっています。この興奮冷めやらぬ緑のリング上、この緑のマットに向かいますのはザック・セイバージュニア、シェイン・ヘイスト、マイキー・ニコルスです。大きな雄たけびを上げましたザック・セイバージュニア、イギリスの出身、そしてノアのマットへのオーストラリアから、あっといきなりリング上では大変なことになっている。ルーク・ギャローズがまだゴングが鳴っていないのにザック・セイバージュニアに突っかかっていきました。そしてオーストラリアからの留学生、マイキー・ニコルス、シェイン・ヘイストの2人です。とはいきましても注目は青コーナーのルーク・ギャローズ、28歳、元 WWE の選手です。レフェリーにもリングアナウンサーにも、そして味方のストロング、フィッシュに対しても突っかかっていくというこの男、2メートル1センチ、新日本あけぼのに次いで2番目の高さ、メジャー3団体では2番目に背の高い体の大きい選手、いきなり行きました。あっとギャローズがまだゴングが鳴っていないのに、3人相手に1人でこの3人相手に突っかかっていく。そしてザック・セイバージュニア投げた、ニコルスとヘイストはお返しとばかりにエルボー、なんとか分断するところですがハンマーを落としていきます。そして警戒の動き、このラリアットはかわしてヘイストとニコルス落としていきます。さあどうだ、2人が飛んでいく、しかしかわしたのはフィッシュとストロング。リング上に残されたのはギャローズとザック・セイバージュニアです。さあそしてマットを引き上がす、どうなってしまうんだ、これは放送席の前、どうやらザック・セイバージュニアをギャローズが抱えて、どうする、どうする、投げた、とんでもないパワーです。一人で3人をなぎ倒しました。ザック・セイバージュニア大丈夫でしょうか。これがルーク・ギャローズのパワーです。そして戻しまして、カウントは数えられます。返しました、なんとか返しました。ザック・セイバージュニア24歳です。歓声から何かあっけに取られる。そして今マイキー・ニコルスは今いきなり、そしてカバーに入ります。なんとかパットに入りました。大暴れしているルーク・ギャローズです。相手のマイキー・ニコルスもまさにモンスターと、そんな表現をしていましたルーク・ギャローズです。 6.6 の熊本大会ではモハメド・ヨネとシングルで対戦しまして、そのヨネを下していますルーク・ギャローズ。完全に捕まりましたザック・セイバージュニア。
そして不敵な笑み、何か隙があればもう一度リングで大暴れしてやろう、そんな表情を浮かべていますギャローズです。ギャローズは2002年アメリカでデビューしました。2005年からは WWE のリングに参戦しまして活躍。このあふれるパワーが持ち味。ザック・セイバージュニアもこのロープを挟んで使いまして、ものすごいパワーを発揮していきます。このルーク・ギャローズは小さい頃からスタン・ハンセン、そしてブルーザー・ブロディに憧れていたと話しています。いつか日本でやりたいと思っていたスタン・ハンセン、ブルーザー・ブロディが暴いていた日本のリング、自分はいい時期に来ることができたと話しているギャローズ。ムーンサルトはかわしたザック・セイバージュニア、飛んでいきます。スタン・ハンセンは身長195センチ、ブルーザー・ブロディは198センチ、2メートル1センチ、あの2人よりも大きいのがこのルーク・ギャローズです。3人相手にも物ともしません。目で挑発はギャローズ、そして後ろからボビーフィッシュが、このヘビープレス、これは厳しくなりました。ザック・セイバーペースチェンジを図りたいのはオーストラリアからの留学生シェイン・ヘイスとマイキー・ニコルス、しかしこの青コーナー、ストロングとフィッシュ、そして何か指示するかのようにこのギャローズ、あっとタッチが変わってもう一度入ります。ゆっくりと入りましたギャローズ、膝、そしてどうする、腕を掴んでそのまま持ち上げて落とす。一旦後楽園ホールが静まり返りました。そして軽快な動き、ボディータイヤを浴びせていきます。おっと、なんとカットに入った。この2人に対して暴れる暴れる、伊沢光晴メモリアルナイト第4試合、とんでもないことになっています。ノアのリングで言えば去年バイソン・スミスも、まあ、GH のタッグのベルトを巻いたこともあるバイソン・スミスも自宅のあるプエルトリコで心不全のため亡くなりました。このノアのマットではなかなか最近大型の外国人レストラーというのはいませんでしたが、何かこれからノアのマットで最強外国人、その名を名乗ろうとする男が出てきた、そんな雰囲気このミドルのマット上で漂わせています。まだ赤コーナーはニコルスとヘイストにタッチがなかなか交わせません。強烈なキック、ボビーフィッシュカバーに入る、返しました。なんとか一つ、試合は5分を経過しています。赤コーナーの2人にタッチを交わしたいザック・セイバージュニア、強烈な逆水平、そして青コーナーではギャローズが何か早くタッチを交われ、そんな素振りを見せています。さあザック・セイバージュニア、エルボースマッシュ、そして逆さ抑え込み、どうだ、そしてここでおっとギャローズ入ってきます。2メートル1センチのギャローズですが何かスピードもある、そういった動きです。そして剣山、ザック・セイバージュニアが捕まっています。何か攻撃を加えてタッチを交わせるかどうか、マイキー・ニコルスとシェイン・ヘイスター、赤コーナーで非常にイライラした表情を見せています。ボストンクラブがっちりと腰のあたりに体重を浴びせていきます。ロデリック・ストロング、バックブリーカーの名手でもありますが、先ほどは膝、剣山でザック・セイバージュニアを捕まえました。両手を伸ばすのはニコルスとヘイスト、そしてザック・セイバージュニアもサードロープに手を伸ばす、届きました。どう料理するか、そんなことが頭に浮かんでいるかもしれません。このギャローズです、旋回式のフェイスバスター、アンプレセンターという大きな技を持っています。このように簡単に片手で持ち上げて落としていきます。このザック・セイバージュニアも82キロあるんですが、何か軽々と持ち上げていきます。
ゴングが鳴る前から3人相手に攻撃を加えていきました。このギャローズです。そしてケリー、ハンセンよりもブロディよりも身長では大きいギャローズ、体は大きいけれどもまだまだ試合に臨む姿勢、心ではそんな偉大なる先輩たちには勝てないんだよね、そんなことを試合前話していましたギャローズです。そしてストロングがトップロープの上、ザック・セイバージュニアを据え付けまして、ここから雪崩式でブレンバスターを投げるか、これが決まったらザック・セイバージュニア、あっと体が浮いている、体が浮いている、危ないかもしれません。ヘッドバットで返してザック・セイバージュニア、渾身の攻撃を加えてきました。しかしフィッシュが入ってくる、フィッシュのバックドロップ切り返したのはザック・セイバージュニア、蹴りをかわして低空でボビー・フィッシュを倒しました。そしてタッチ成立、なんとか入ってきました。シェイン・ヘイスとそしてマイキー・ニコラス、この両者が青コーナーを分断できるかどうか。そしてギャローズ、ギャローズを場外に落としました。ニコルスはフィッシュを捕まえて、そしてストロング、あっとこれはどうなる、両者が対角線に走って、ここもオーストラリアの2人がどんな攻撃、左手の合体技、左の腕のあたりを押さえるストロング、ボビーフィッシュがカバーに入ります。先ほど場外に落とされたのはギャローズ、このギャローズが再びどのようにしてリングに上がるんでしょうか。あーっと2人だよ、両者が空中でぶつかり合いました。なかなか見ることができない軽快な動き、苦しい表情フィッシュ、そしてストロングとニコルスがエルボー合戦、エルボーストロング、トラースキックはフェイスト、そして膝一歩も引かない、強烈な膝、そしてギャローズがどうやらタッチ成立、なんとザック・セイバージュニアとギャローズ、あーっとどうだどうだ、どうする、ギャローズは力任せにニュートラルコーナー、そしてかわしたのはザック・セイバージュニア、スピードで上回って三角蹴り、後頭部、そしてこの蹴り技、シェイン・ヘイスト、そしてマイキー・ニコルス、3人で加えていけるか、倒れました、ルーク・ギャローズが倒れました。そしてザック・セイバージュニアのボディープレス、どうだ、しかし両腕でぶん投げましたギャローズです。あー強烈なエルボースマッシュ、拳を握った、そしてどうだ、あーパワーボブがっちりと掴んだ、恐ろしいパワーまさにモンスタールーク・ギャローズです。後楽園ホール、今全員が呆気に取られています。そのパワー、ボビーフィッシュも今99キロあるんですが簡単におぶって後楽園ホールに大きなアピール、全員がびっくりした表情、何か笑顔というよりは何か驚いた表情を全員が見せています後楽園ホールです。 WWE でも活躍しましたこの真ん中のルーク・ギャローズ28歳、現在の GHC チャンピオン森島武史よりも大きい男、森島のベルトも狙っていくかどうか。そしてどうするギャローズ、勝ったのギャローズ、おっと椅子を持ち出して、おっとどう、これは味方のフィッシュとストロングがなんとかこの暴れようとするところを押さえつけていきます。まだ興奮が収まりません。敵でももちろん厄介でしょうが味方でも大変です。組むのも非常に大変なこのレスラー、シングルでは4年も倒しています。まだ興奮が冷めやらない、あっとプロレスファンにも近かっていきます。試合は10分20秒、最後はルーク・ギャローズ、ロデリック・ストロング、ボビー・フィッシュの3人が勝ちました。ものすごいパワーでした。